北ケープ州は南アフリカ共和国の北西部にある州である。北ケープ州の面積は36万1830平方キロメートルで国内最大なのに対して人口は国内最小である。州都はキンバリーに置かれている。南アフリカ共和国内において特にナミビアとの国境付近は乾燥が激しい地域であることで知られており、 ナミビアやボツワナとの国境付近にはカラハリ砂漠が広がっている。このような乾燥した晴天率の高い気候と南位30度付近という比較的低い緯度を生かして州内には2010年代に入ってから太陽熱発電所が次々と建設された。例えば2015年11月にはパラボリックトラフ型太陽熱発電所である。 ボックポート太陽熱発電所が開業し、2016年2月にはアフリカで最初のタワー型太陽熱発電所で歩き、太陽熱発電所が開業した。他にカス太陽熱発電所なども開業したといった具合に、2010年代に州内には太陽熱発電所が次々と開業した。北ケープ州は1994年に、 旧ケープオブグッドホープ州から分割されて、新設された。北ケープ州の言語分布図にのみや書店編集部、データブックオブザワールド P3092 九書店2012年1月10日発行 ISBN 978から4から817603586、ンミリオンサウスアフリカンズレシービングパワーフロム、ワールド S、ラージストストレージソーラーファーム、 タイムズライブ2015年12月18日へ閲覧。クソインサウスアフリカ。ありがとうございます。